おはようございます。4月4日第590回ポゴナカイアニマルラジオになります。キボシイシガメたちですね、ちょっと深いところに入れてるのでなんか泳ぎが不安定に見えるところがあると思いますが、ちょっと撮影のために、ね、深めにしないとと思ったんですけど浮いてしまってね、案外うまく撮れてないなという感じです。なんかスポットとかね、あの色が濃くなるとかその辺を含めたね、のなんていうんですかね、検証してあるやり方があるという話を前 X の方で書かせていただいたんですけど、それを今ね実践中で、まあ変わったのかどうかっていうのは正直わからないし、まあ元々のポテンシャルなのかなと言われてしまうとそこまでなんですけど、なんかね、今木干しの黄色い部分がね、黄色みが強くなってきたような、ちょっとこれ携帯で撮ってるとね青みがかった感じで、色が出てしまっているんで若干分かりづらいんですけど、まあ、特にあの大きいスポットの方のね個体のスポットが黄色みがちょっと強くなったような気が、あとは肌の色がね赤みが増してきましたね。何をやっているのかというのはまだ言ってないので、その辺はね動画を最後の方まで見てくれた人のために最後の方に言おうかなとは思っているんですけど、こんな感じでね今いろいろなものを食べさせて、まあこっちに関してはどうなるかわからないんですけど、まあパワー UVB ですよね。東部ハコガメではねある程度結果が出ている、感じなので、まあその辺でもしかしたら肌がなんか赤い色が出るのはね結構なんていうんですかね、パワー UVB あるのかなっていう気はしてるんですけど、だ淡水泳の皮膚とね、まあ、亀の甲羅じゃだいぶ違うんで、そこに関してはどうなるのかちょっと正直わからないんですけど、ただ肌の色はねすごい赤くなってきました。そしてスポットが黄色くなってきたのは多分どちらかというとそのねこの間教えていただいたテクニックのおかげなのかなと思っています。ちょっと浮いちゃってるんで、ね、ちょっと水を抜きましょうか。ちょっとね水を抜いて、もうちょっとカメが落ち着けるような水に変えたいと思います。浅いとね正直取りづらいんですけどね、まあしょうがないですよね。ちょっとカメが落ち着いてくれない方が余計取りづらいなという感じなので、この隙にちょっと上からちょっと光が強いからね、本当ね、スポットがすごい出てきているのが分かると思います。黒バックのだから、まあ、底面黒なんでね、バックが黒で映ると、スポットがより映えるなという感じですね。なんで、ここからも成長が非常に楽しみであるんですけど、横から見るとやっぱり水位が今度低いですけど、やっぱそれでも浮いちゃってるんで、あんまりよく映らないですね。なかなか難しい感じです。ちょっとね、まあとりあえず木干しの話は一度さておいて、昨日のあの白いね、キタイシガメと呼ばれる個体群の話で、ちょっと続報的なものなんですけど、まあ知ってる人にね、中国市場に買い入っていた人っていうのがいて、で、あれどうなんですかねって話をしたら、あ、昔からいるねって話をしてて、なんか結構前の、本当八重山イシガメがね中国にそんなに、ね、送られていないような時期、まあ、どれぐらい昔に送られたのかちょっと僕もわからないんであれなんですけど、まあ一般的にね八重山イシガメをね中国に売るっていうことがあまりなかったような時期に言っていた方たちの話を聞くと、やっぱり白い、南イシガメ、黒い南イシガメもいるし、ね、その白っぽい南イシガメってあれって八重山なんじゃないのっていうぐらいの色をしてる奴らがいたというね、話を聞いているので。まあ、もともとね、その白い個体群っていうのがいるのは間違いなさそうですね。ただそれがどういう風なものなのかっていうのはちょっと僕はまだね、完全に見切れていないので。まあ一応ちょっとそういう情報があったよということでね。まあ、ロカリティ的な話としては、まあ信頼性は高い話なのかなと思っています。もともと全くいなかったのがね、いきなり現れたっていうのとね、例えばじゃあ違うあれなのかなとか思ってしまうんですけど、で白さに関して言うと、まあ白いっちゃ白いけど、濃いやつは濃いよねっていう感じだと思うので、まあ個体差、あとは飼育環境とかでもどれぐらい変わってくるのかも含めてね、まあ本当は白いやつを黒い、板のね、このこういう水槽で飼うと、
分かりやすいんでしょうけど、せっかく白いんでね、黒くなっちゃったら嫌だなっていうのがあるんで、だ白いやつはね、真っ白で買っていって、ちょっと色が濃いめのやつはね、普通の、なんていうんですかね、フラケにと、もうちょっと大きめのやつに入れて飼育していこうかなと思っています。もうちょっと数がいてね、あと僕の気持ち的にそういう余裕があればね、そういう実験をできるんですけど、だからまあ、なんか気になる人はね、数購入してちょっとそういう検証してみても面白いんじゃないかなと思います。まあ、YouTube 的な内容としてはね、まあ、南イシガメでじゃあ動画の再生が取れるのかっていう話だとは思うんですけど、ただあのすごいね、あの有意義な、実験になるんじゃないかなと僕は思っているんでね。ただ僕はそのカメをね、あの白いやつは白くしたいっていう気持ちが強すぎて、白いやつをね黒くするような、方向に持っていく飼育ができないっていう、そこがちょっと悩ましいところですね。そうなんでね、まあもしイベントとかでお会いしてね、その気になるような話があれば、まあ、僕が知っている内容に関してはお伝えできますし、まあまだ言っていない話っていうか、ここの YouTube で言えないような話っていうのもね、僕実は言っているんで、まあその辺も含めてね、まあよかったら、声かけください。好きな人はね、ぜひそういう話をしたいと思うんで、僕もそういう話をね、深くできる人とね、お話ができたら楽しいなと思っています。そんな感じでね、なかなか僕的には面白い輸入だなっていうふうに思っているんですけど、まあ人それぞれね、まあ、あとは南石神興味ないよって人もね、一定数いらっしゃると思いますんで、難しいところだなと思いますが、まあ僕はね、ストライクゾーンにずっとしはまった話なんでね、非常に楽しく、まあ今もそういうのでね、情報収集を現状でもね、し続けているような段階です。なのでね、また新しい情報があれば、お伝えしていきたいなと思っています。さてね、キボシシガメ、まあ別に公開しないでって話じゃなかったんであれなんですけど、まあ肉系を食わせるって話ですね。そうすると、やっぱりその、まあ成長もいいと思うんですよね。僕は最初は魚とエビを結構食わしてたんですよね。だエビが色上がるんじゃないかなと。まああとはやっぱりその、飼育というかクリーパーとかそういうのを見ると魚食べてるよねって話なんで、まあメダカをね買ってきてあげてみたりとかねしてて、今は金魚の羽がね大量に来てるんで、それをねぶち込んで食わせてるような感じなんですけど、そういうなんかまあでも結局はその他のカメでも同じようなことを言われたんですけど、栄養をねいろいろな栄養をとってね、栄養価を高めることによると発色が綺麗になるんじゃないかっていう説がありまして、だそこをね、やっていくと、まあ、綺麗なね、スポットが見れるんじゃないかなと思っていますので、ぜひね、皆さんもお試しいただけたらと思います。まあ、どうせならね、まあ、もちろんそのポテンシャルがね、あれなんで、スポットがすごい少ない個体がスポットが多くなるかというと、それは難しい話だと思うよねって話をされていますので、まあ、それは僕もね、難しいと思います。基本的には、だから、良くなるようなね、系統のやつに、それをすることによって、まあ、より良くなったらいいなっていう飼育方法だと思うんですよね。だこれは僕がよくやっている、白い、ね、入れ物で白っぽいやつを買うっていうので、だちょっと色を飛ばしているような部分も正直あると思います。アロワナ飼育でね、黒水槽で低 pH で、ね、赤いアロワナを買うと赤黒くなるっていう話なんですけど、まあ、低 pH が低いことによって、まあ、今 pH っていうのかな、低くなることによって、まあ、危険信号を出しているっていう。それが赤黒く見える。そして黒い水槽で飼ってるから、よりね、赤黒く見えるっていう話なんですけど、ただ、本当に赤色は白い水槽に入れても赤いよねっていう話だったりするようなんで、まあ、そこを考えるとね、本当は白いところで飼わないでも黒くなるよう、黒いところで飼っても白くなるようなやつっていうのを見つけると、まあ、白い生き物に関しては面白いのかもしれないですし、まあいろいろなね、テクニックというかやり方というのはあるとは思うんですけどね。まああくまでその、愛玩飼育をしているという上での話で考えるとね、まあより綺麗に見えるようになるっていうことは僕は大事だと思っているので、それをね、環境でうまく引き出せるのであれば、それはそれでいいんじゃないかなと思っています。なのでね、ぜひ皆さんもいろいろお試ししながらね、飼育に関してね、試したりしてやるっていうのはすごい楽しいことで、で僕は何て言うんだろうな、いろいろな情報を集めながらね、例えばじゃあ、まあ、このカメどうなんだろうと思って買ってみてね、情報を集めてね、
それを想像しながらね、あのいろいろなことを考え続けているっていうのが楽しいんですよね。この亀一匹でいろいろ考えられる。だから亀をよくあの僕イベント中お手伝いしてる時にね、自分が買った亀とかをあの目の見える位置に置いておくと、本当好きだね、なんでそのずっと見てるのってよく言われるんですけど、やっぱりそういうのに見ていてね、あのこれがこうなってこうなるんじゃないかなっていう想像をねずっとしている。うん、あのなんていうんですかね、ちゃんとしたその研究というあれじゃなくて、ね、自分が楽しんでね、そこで想像を膨らませて、すごい有意義な時間を自分が過ごせているっていう、そこがね僕は亀飼育の楽しさだと思っています。なんかあの批判的な話っていうのをよく聞くんですけど、まあ、批判的な話よりもね、自分でそこをどう噛み砕いてどう楽しくやっていくかっていうのが僕は、大事だと思います。まあこれはあの亀だけではなくって話ですよね、趣味においてですよね。まあ自分がいいと思ったもの以外は認めないっていう方も結構いらっしゃるんですけど、まあそんなに狭い了見で見ていてもしょうがないと思います。ただあの緩すぎちゃったらそれはそれで良くない部分もあったりするんでね、まあ、その辺をねしっかり、自分の中で、噛み砕いて楽しめると、まあ、非常に面白い、カメライフが送れるんじゃないかなと、常日頃思っています。なんであの、まあ、僕はまたいろんな人から情報を引き抜いてね、なんか YouTube で勝手に言ってそのうち怒られるかもしれないですけど、でもね、いろんな情報を発信していくことが僕は大事だと思っています。なのでその辺を含めてねこれからも発信していきますので、ぜひよろしくお願いします。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。